眉毛ああるんだっててそそうそう,そう最近また生やし始めてね私結構生えてきたやろ眉毛これ以上生やしたらね私これ以上全然生えるんでこれぐらいまではこれ以上生やしたらちょっと太すぎかなっていうところはあるよね今もちょっと太いぐらいよねだってうんこれぐらいで止めようかなと思ってますいや自分の眉毛が嫌すぎてねすごいね剃った時期があったんですよもうこんなこんなんがあったんですけど今ボーンぐらいになったねやっと。 私もうこんななっていくわけ眉毛がでありょうさんなわけですよここよくつながるからこうなってこうなってるの <laughs> どうにかならないかな眉毛サロン行こうかなと思って最近。 ヤンキー時代。ヤンキー時代いや違う。ここ、ここ、こい2ヶ月ぐらいよ。一番細かった。あとはもうこの状態、もうこれより太いまま、ずっと何も大草原のまま放置してたの。高校卒業するまで <laughs>。全然オシャレに興味なかったから。眉毛がアボーになるわけ。<coughs> 眉毛サロン知らん。眉毛サロンってあるんよ。めっちゃ綺麗に女優さんみたいな眉毛が作れていくわけよ。この。 作れていくんでしょなんか分析してくれてっていうのがあるのよ。眉毛あそうね。もともと薄かったんですか？村ーさん、多分隣の芝生が青く見えるんですよ。なんかね。眉毛はある方がいいってっていう人めっちゃおるんだけどさ、さまあ、まあ,あってあ,あった方がいいのかもしれないけど、それはね形によると思うんですよね。私は本当に。 <laughs> そう隣の芝生は青く見えるということで村 P ーさん <laughs> 私は薄い方がすごくあのなんだろう羨ましいなって思います <laughs> あっほん眉毛好きって嬉しいありがとうございます眉毛女子はポジティブ知性派が多いあそうなのよかった全然知性派ではないけどポジティブは合ってますえへへ です。眉毛下から剃るか、上から剃るか、両側からやるとまろになった。<laughs> それはまろになるよね。こう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 いったってことでしょ。<laughs> あ。でもなんか眉毛は下下のこの部分を剃った方がいいらしいですけどね。え、宇佐美、私を眉毛になります。いつも前が見えんよ。多分前髪で隠れて。 眉毛は書いてあるからすっぴんでもないんですよ。違うのよこれ生えたのよちゃんと見てこれもうじゃ見せたくないんだけどね <laughs> 眉毛生えてんだからこれすぐ入るんだから私すぐ剃ってるだけで入るのよすぐ書いてないよ今日 <laughs> すごいっしょこの入るスピード私本当もうここまで生えちゃうからまだまだ生えていくわよこのまま置いてたら <laughs> いいや,、ね、よいやもう私剃ららないですから大丈夫よみんなちょっとめっちゃ心配しててくれ,くれたみたいやけどあちょっと細くなりすぎやないって言ってくれてたのでもう生やすことにしたんで私すみませんあこれ以上は生やさないように剃っていくんですけどちょっとずつ <coughs> 書いてないよ今日本当に <laughs> 生えたんだよこれ本当に本当に生えたんですよ <laughs> いやでも逆にさ生えたらさちょっと髪の色と違うんですよ。見てこれちょっと私めっちゃ茶色なの。でも眉毛真っ黒でしょで私眉毛がすごく長いんですよ。まつげ、ま、とまつ毛ぐらいあるんですよね。なんて言ったらいいのかな。まつ毛と眉毛はどこまでも生えちゃうの私。が眉毛はねこのくらいまでもうじいさんの眉毛みたいなのまで生えてくるんでしょそれはちょっと切りつつ。 眉毛事情めっちゃお届けしてくれ <laughs> そうなんですよ <laughs> 昔の動画とか見てもらうと分かるいけどめっちゃ眉毛生えてんの私こんなに前,前髪薄くなかったんだけどね眉毛太すぎて前髪を濃くしてただけで最近はだから細くしたから眉前髪を薄くしてたんですよだけどもそれをやめようと思って眉毛太いままでも前,前髪薄くていいよって思い出して最近 で、はやしてるのよ最近 <coughs>「眉毛って何回言うねん <laughs> そうよちょっと眉毛話を聞いてほしいわけよ私もうすごい眉毛で悩んできた人生なのいやそのあれだよその後悔してるわけじゃないんですよもうこのあの、眉毛は絶対ねあのねあの、ま、かなんていうかまつげとかもすごい生えてきてくれて嬉しいしもうそれはお,お母さんに感謝ですよ本当とに。うん お母さんはよくワカメを食べてたらしいんですよ私を産む前に。であの、毛の毛の濃いというかしっかりした子が生まれますようにって言っててでワカメを食べてくれよったら結構あの、モリモリした髪の毛の女の子が生まれてあの、前写真で見せたじゃないですか、まあ、1ヶ月とか2ヶ月やのにもうこんなボンボンの髪の私すごい髪がたくさん生えたのだから。 それは良、うん、ばしたいときすぐのべるしすぐ伸フるし髪 <laughs> 眉毛は鼻毛と違って何回言ってもこれね鼻毛鼻毛もね大事よね鼻毛出ちゃったら大変よねちょっとワカメ買ってくるよ本当買ってきていやうん買ってきて買ってきて。 いやみんなにちょっと眉毛の長さを見てほしいない抜くのは嫌だからなんか抜けた時に保管しとくわ眉毛 <coughs> そうよお母さんに感謝本当にいやお母さんもお父様めちゃめちゃ濃いからねあの眉毛いやお母さんはもともとねもともと濃いから遺伝したんだけどね普通に。 そう本日は眉毛の回でしたそろそろ閉めますもう1時間になっちゃうすみませんちょっとギフト読めてなかったので読んでいきますね <laughs> 来た途端眉毛話のすごい熱がいやそう前出ちゃったすみません眉毛の話になるとこのぐらいまで前出ちゃう <laughs> よし 眉毛というかねあのアイライン引いたっぽい目してるのきなこほらかわいいでしょ。もふもふおててがもふもふめっちゃ。